どうもこんにちは、8月22日日曜日です、今日はちょっと視点を変えまして金魚の、ミックス水槽について、ちょっとお話をしたいというかちょっとこれから何日間かですね、そのシリーズを、動画公開していこうと思います。全体的に、3話か4話か5話ぐらいにまとまるんじゃないかなと思うんですけど、来週はちょっとその動画をアップしていきたいと思います。で、流してる動画は全く関係ありません。もちろん僕の水槽でもないですし、過去に撮影したアートアクアリウム系の、金魚のアクアリウムの動画をちょっと話してる間暇なので載っけてみました。もちろん動画の許可と撮影の許可とかも取っての公開ですので、許可はいただいております。で、自分は金魚飼育を始めて3年前ぐらいに始めて、一旦ちょっと金魚飼育やめた期間もあるんですけども、元々のきっかけは皆さんも多分同じだと思うんですけども、一つの水槽の中にいろんな色のいろんな種類の、金魚が泳いでいる、常に、部屋の中に金魚がブクブク入れて、綺麗な水の中、優雅に泳いでいるのを想像して金魚を始められた方、多いかと思います。当然僕自身も、こんなに早く金魚の飼育水って濁るんだとか、金魚立ち上げにあたって、こんなに大変なんだっていう、水槽立ち上げにあたってですね、水を安定させるのにこれだけ大変なんだっていうのをまじまじ感じさせられて、失敗を繰り返してたのが3年前です。やっぱミックス水槽ね、挑戦するにあたって、自分なりにミックス水槽ですね、過去に挑戦して一番感じたことで、ミックス水槽を成功させるコツっていうのは一番重要なのが、メンタルだと思います。やっぱり必ずトラブルだったり失敗はつきものなんですけど、何度失敗しても挑戦する覚悟がないとなかなかミックス水槽っていうのはうまくいかないと思います。失敗しても一回一回その落ち込まずに、なんで失敗したんだろうって失敗の原因を見つけて、で次のステップに進む、でまた新しい金魚を入れる、でもやっぱまた新たな失敗をしてしまう、新たな病気を持ってくる、そこでまた考えて、でまた新たな金魚を入れるっていう、その繰り返しですね。その失敗を繰り返して出来上がっていくのがミックス水槽だと自分は思います。そして自分自身はミックス水槽、挑戦していたんですけども、自分の場合はそれを耐えきれるメンタルと、経済力がなかったので、数年前に断念しました。それからは皆さんもご存知の通り、もう自分は透明の水槽をやめて、もう外飼育で、タフ船を使って、品種を混ぜずに、その船に1種類の、個体を入れて、飼育をしております。この飼育方法に変えて、トラブルだったり、金魚を死なせちゃったりすることっていうのはもう格段に、リスクっていうのは減って、失敗の方も、一気に、減りはしました。ただ、こうやって飼育している中でやっぱどうしても頭の中には金魚飼育の夢っていうのがどうしても拭いきれず、ほとんどの方がそうですけど、金魚飼育者、たくさんいると思うんですけども、いつかはミックス水槽やってみたいっていう方、プラ箱だったりね、そういうもので飼育されている中で、でもちょっと一個ぐらいは透明の水槽を置いていろんな金魚を入れてみたいなって、思ってる方、思ってる方というか僕自身がそういつかチャンスがあったらやってみたいなと、思ってたところですね。そうなんです。そんな風に思ってただけで、よく普通に考えれば分かることなんですけども、どうしても自分はもうそれぞれの個体を分けて、でそれぞれ飼育していくっていうのが当たり前になってしまったんですけど、世の中の金魚飼育者の方っていうのは自分が断念したミックス水槽でほとんどの方がされてるんですね。
ちょっと断言してしまいましたけど、多分そうだと思います。もう自分感覚がおかしくなってるんで、もうそれぞれ の個体を分けて飼育するというのが当たり前になりすぎてるんですけど、本来金魚っていうのは気軽に手軽に、飼育する観賞魚ですので、よくよく考えてみればもう8割方9割方が皆さん透明の水槽でミックス水槽されてると思います。金魚にドハマりしてしまうともう感覚がおかしくなってしまうんですけども、ね、さっきすみません何分か前に自分が喋ったミックス水槽自体はもう失敗するから、もうやってる人まれなんだ、できる人はもう少ないんだみたいな言い方しましたけど、逆ですね。僕みたいな飼育方法が少数派でマイノリティで、実際はこうやってミックス水槽で普段家の中でまあ30リットルだったり40リットルぐらいの水槽で飼われてる方がほとんどだと思います。そういうミックス水槽を成功されてる方に なんでこんな安定できるんですかって聞いたとして、まあ、おそらく返ってくる返答というのは、知らん、そのまま飼った時の金魚、ね、好きな色の金魚飼って水槽に入れとって今ずっと生きとうよみたいな、そんなか、もちろん計算されてしっかり飼育されてる方もいると思うんですけど、もうほとんどの方が、なんていうんですかね、まあ偶然、まあ、偶然というか なんでしょうね、まあビギナーズラック的な、まあ、意外と過保護にせずに普通に飼育してたら全然長く5年も10年も、生きて大きくなりましたよという方もたくさんいると思います。まあ同じようにもうすぐ死んじゃったから金魚をやめて、水槽買ったらもうお金の無駄やったという方もたくさんね当然いるとは思うんですけど、まあそんな感じで、まあどうしてもやっぱ混ぜるな危険っていう言葉はどうしても頭から離れないんですけど、僕なんかもミックス水槽失敗した断念した人間なんですけども、世の中にはミックス水槽で綺麗に水槽を作られて、鑑賞されてる方っていうのはたくさん、いると思います。でちょっと前置きが長く、まあ、すごいもう7分ですね。ちょっと7分も今日すいません、動画が長くて7分も経ってしまったんですけども、そうなんです。でずっとただミックス水槽っていうのは自分の中で諦めてなくて、いつかチャンスがあったらっていうのを考えてたんですけど、まあシンプルな作戦なんですけども、そうやって偶然ミックスにしても、生き延びているというか元気で綺麗に暮らしている、金魚ちゃんですね、1年2年、生まれた時からずっと一緒に生活しているまあいろんな種類の金魚が入った水槽、ミックス水槽でも全くトラブルが起きなかったメンバーをそのままもしね引き取れる手段チャンスがあれば引き取って、そのまま自分の自宅のもう水槽で、透明の水槽で飼育してみようというチャンスを伺っていて、まあ、そのチャンスが今から、2ヶ月前ぐらいにやってきて、ミックス飼育されている、3種類ですかね、3種類の金魚が入った、元気な愛好家さんが育てた金魚を縁があっていただくことができましたので、ちょっとその動画を明日から、分けてアップしていきたいなと思います。ちょっと話が長くなってしまい、そして自分が今回の動画何を話したか全然頭整理できてなくて、わっと喋ってたのでなんか順序がぐちゃぐちゃになってしまったんですけども、まあそんな感じでちょっと愛好家さんからいただいた時の動画とかをちょっと来週からですね、流していきたいと思いますので、またぜひ見てください。それでは良い日曜日を。ありがとうございました。